ジッチ天文5年5月4日は、戦国時代の浄土新宗の僧侶、岩生寺二世、伊名直金行陽明名を光里氏、通称を江門忠氏、蓮順の次男、母は茂野伊京国の娘、明蓮、佐屋津の弟、性質は勝江の娘、藤向き、子に赤しめぐま、縁不可子、赤し、厚などがいる。 父は、本願寺八世、蓮如の六男で、歴代保守を支えて、機内の門徒を統括した。父が伊勢長島に、願礁寺を創建したが、拠点を、大見光王子に置いたため、事実上、神事へが、初代の十字であった。栄翔十六年、蓮如の子である、本願寺旧世実如は、着難の援助と実定の連順に命じて、一門一家制を制定した際に、 連順の着難ではない自治へは一番各下の一家に属することになっていた。だが、連順は自らが定めたこの制度に特例を設けて自治へが次期保守援助の義兄艇であることを理由に保守の実施の着難にしか許されていなかった一門を例外的に与えることとなった。天文元年に発生したいわゆる天文の作乱で 山品本願寺が焼き払われた際に、実の孫である十世保守、少女の貢献であった連順は、少女の安否を確認せずに、自治へがいた伊勢長島願章寺に逃亡して、避難を受けている。その4年後に自治へは41歳で死去、着難の赤しめぐみが、願章寺三世となった。ありがとうございます。